さて、そうだ、残念。例えば、ごめん。よし。よし。じゃあまたね。雨ね。なあ。おう。なあ。お？いいか？ちょっとララちゃん、これ水じゃないの？ぼったくりだぼったくり！特集ですっぱ抜いてやんよ。よう、君か。とりあえず座んなさいよ。今日はどうした？まさか新しい怪盗ネタとか？あ、それともお姉さんに恋しちゃったとか？マジ？わざわざ怪盗ネタ持ってきたの？そりゃあありがたい。会社で怪盗団の番記者にされちったし。いやー、助かる助かる。これで仕事もはかどるわ。子供を利用する気？硬いこといい子なしでしょ。この子ら大人の耳には届かないネタ持ってるし、それに大事なのは第三者のソースがあるってとこ。あんたね。で、条件は？今度は誰の情報が欲しい？それとも単なる小遣い稼ぎ？は？ラッキー！カモがネギしょってきた！これで仕事が楽できる。空いた時間で旅行でもすっかね。そんなわけないだろ。言いなよ、何が狙い？前は金城の件だったよね。
最近当局が騒がしいんだ。私は金城関係って睨んでる。匂うな君は。下手くそだな、ごまかすの。うん、でもなるほどね。熱烈な怪盗団のファンか。ちょっとダメだかんね、旅行のために子供を使うなんて。旅行？嘘嘘、空いた時間で調べたい事件あんの。会社には内緒の独自取材。あんたまさか。うん、じゃあさ、こうしようよ。君は私に怪盗団のネタを垂れ込みする。私はそのネタをもとに怪盗団の記事を書く。君の大好きな怪盗団のね。そんな取引で OK？ よし、決まり。怪盗団が喜ぶ候補してやるから、ビビッドなネタじゃんじゃん頼むぞ。ある時を境に怪盗団の評判はうなぎ上り、不自然なほど君たちの活躍が聞こえてきた。メディア関係者に協力者でもいたの？君たちのため、意図的に情報操作をするための。どうなの？我は何時、何時は我、何時ここに新たなるちぎりを得たり。ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、悪魔のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。あ、このことは誰にも言うなよ。高校生とか使ってんのバレるとまずいし。それじゃララちゃん、取引成立のお祝い。私のボトル出してよ。グラス2つちょうだい。ちょうだい。って、うわ、無言の圧すげえ。わかったよ、高校生には飲ませないってば。ちょっとトイレ。あ、なると長いからさ、坊やもう帰んな。気をつけんなよ。ちょっとララちゃん、またいらっしゃい。
そっか。もちろん。すぐ乗れたね。ああもう。おし。昔志保と会って救われた時にね、思ったの。出会いは宝物。私もう逃げない。自分にちゃんと向き合って、今度は誰かを救ってあげたい。でもまだちょっと不安だから、君にも手伝ってほしいな。うん、だから君も私を頼って。うんうん、なんかようやく君と同じとこに立てた気がする。君と出会えて本当に良かった。我は汝、汝は我。汝ここに契りを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、恋愛の究極なる秘王に目覚めたり。無人の力を汝に与えん。よしよし。よし。これからもちゃんとそばにいてね。心配？まあ追いかけさせる方が私の性に合ってるかも。なんて無理。本当言うとね、最近次の日まで会わないだけでもう寂しい。ご乗車お疲れ様でした。まもなく乗降口に到着します。わ、もう終わり？観覧車なのに景色全然見なかった。君ばっか見てた。降りる前に一個くらいカップルらしいことする？任す。目って閉じた方がいいのかな。
帰ったか。なあ、任せた。おい、すごいな。いや、わかるかしら。これだ。その通り。やるじゃねえか。
ですね。いただきます。ありがとうございます。
やってやろうじゃ。ありがとう。あの、またね。Thank you.
てことだ。なあ、さて始めましょうか。答えてください。これだ。よろしい。いらっしゃいませ。
いいか？さて、始めましょうか。何でしょう。どうする？らしいですね。何か用ですか？ありがとう。何か用ですか？どうぞ。
そういえば、そうね。ありがとう。よし。あのね、またね。おいしい。ありがとう。よし。またね。なあ、
ジか？ゆっくりどうぞ。では帰るとしよう。ではまた。Oh!
わかるかしら。これだ。正解よ。何か用ですか？ありがとうございます。何か用ですか？どうぞ。聞いてくれ。マジかよ。
あのですね、確かに。Yep.